輝く美しい星。彼の冒険が始まった場所だ。宇宙の旅は終わり、彼は家と帰る途中だった。地球は小さな点だと、タケルは宇宙船の中でつぶやいた。彼が見た宇宙の広大さは、言葉では表現できない。星々が織りなす光の海、無数の惑星、そして輝く銀河、それらは全て、彼の心に深く刻まれていた。着陸すると、タケルは家族に抱きしめられ、友達からは歓声が上がった。彼らは彼の話を聞くのを待ちきれなかった。宇宙はどうだった？子供たちが目を輝かせて尋ねる。タケルは、彼の冒険の話を始めた。星々は輝き、惑星は多彩、宇宙は、想像を超える広さだよと、彼の言葉には、宇宙の神秘と魅力が込められていた。彼の話に、人々は驚嘆した。子供たちは夢中になり、大人たちは新たな可能性を感じた。宇宙には、無限の可能性がある。私たちの未来も、そうだねと、タケルは続けた。タケルの冒険は、多くのことを教えてくれた。宇宙の広大さ、地球の尊さ、そして夢を追い続ける大切さ。彼は、その全てを地球の人々に伝えた。宇宙は美しいと彼は言う。でも、家が一番だね。彼の冒険は終わり、新たな夢への旅が始まる。タケルの物語は、彼の心に永遠に刻まれた。そして、彼の話は、聞く者全てにインスピレーションを与えた。